垂れ先の方の柄止まりを脇に置きます。はい、手先を肩にかけまして、はい、ここでしっかりと締めております。はい、ここから、はい、一折りいたしまして、はい、右の肩の丸みまで、襟の丸みまで行きます。背中心で、はい、中側に真半分にこのように折りまして、はい、幅出しをした部分だけを、はい、少し折っておきます。はい、このような感じになりましたら、はい、手先を中央まで戻しまして、はい、帯の耳端と、はい、輪の部分をこのようにつけまして、はい、しっかりと左に引きまして、はい、中心を戻します。はい、肩にかけて、ここに、はい、仮紐をいたします。この仮紐は、はい、しっかり、かなりきつめの状態で結んでおきます。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、緩みがないように、はい、しっかりと横に引いて、はい、手先を開きまして、右側に端が来ます。その時、この帯の中心が、はい、真ん中に移動されませんと、ここに高さができませんので、この高さは枕を乗せるための高さですので、絶対に必要になります。はい、ちょっとここ止めておきます。はい、ここで垂れを下ろしまして、この垂れ元から下の方の端を左にしっかり敷きます。この時、この中心は動かさないようにして、端だけを敷きます。はい、この上に三重紐または四重紐を使います。この紐はあまりきつすぎますとお客様が苦しい状態になりますので、どんなに引いてもこの三重四重で止まっているところが両脇に来るきつさがよろしいと思います。はい、そこで、はい、裏側を全然緩みを持たせないようにまっすぐ引きます。まっすぐ引いたところから中心の衣紋から7、8センチ長めに取りますと、はい、肩の高さまで行きますので、はい、そのようにいたします。はい、この脇をつけます。これで手をこのように動かして、裏側をきれいに伸ばします。はい、こう縦横まっすぐの状態に布目を通しましたら、だいたい20センチぐらいの羽を長さが必要ですので、はい、ここで、はい、輪が2つなるように、はい、ここで同じ幅の、はい、1枚目は耳、次は2つ目も輪となりますので、はい、このように同じ幅で作りましたら、はい、1本目に入れて、はい、中心でちょっと押さえておきます。そうしましたら、2つ目の輪に指をこのように置きまして、はい、右側にしっかり引きますと、このように扇のように帯が開くことになります。はい、こちらも同じように、はい、ここで長さを測りまして、はい、同じ長さを作りまして、はい、次右側の方にも、はい、同じひだを作ります。この時、右のこの裏側を無理に敷きますと、羽が縮んでしまいますので、この場合は、はい、最初だけ2枚にしまして、
はい、2つ目は1枚だけで、はい、このように山を作ります。はい、そうしましたら下に残っている1枚をこの輪の中につけるようにします。はい、無理に引かないようにします。はい、ここで表から、はい、2本目に、はい、ここも通しまして、はい、同じようにこの山に指を置いてしっかりと敷きます。はい、そうしますと、はい、ここで羽がきれいに出来上がります。はい、このように、はい、軽く裏を出しましたら、はい、ここで左が4センチ、右が1センチぐらいの幅を、はい、このように変則の、はい、バイアスを作ります。はい、こうやって畳んでいきます。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、ここと同じ長さをここに一つタックを取りまして、このような状態になりましたら、ここで一度こう裏を出しまして、はい、手が右の手がこのように入ります。はい、3本目に、はい、上から下にこの端を入れて半分まで敷きます。はい、そのまま、はい、ここで返して、はい、これも返します。はい、その時にここがきれいに揃っていることです。はい、この状態作りましたら、はい、この交差した手と垂れの交差したところに枕をしっかり乗せまして、はい、背中にしっかり平らになるようにつけます。はい、帯揚げも軽く結んでおきます。はい、ここまでできましたら、はい、手先の方を、はい、軽く開きまして、はい、この先を右の角を持ちまして、ここに入れる感じになりますので、はい、ここで一度三角を作りましたら、はい、この端5センチのところ、はい、ここにクリップを留めます。はい、その状態で、はい、輪を作ります。はい、こちらの方もクリップのところからまっすぐの状態にして、輪と耳がこのようにできます。はい、最後にこのクリップの端を、はい、このように止めて上に上げておきます。はい、この状態作りましたら、この輪のところから、はい、この手先の端を、はい、引きまして、はい、クリップを外して、3本目のゴムに、はい、このように通しておきます。はい、これでバランスを見ますので、はい、ここで交差ができてますので、はい、羽が下がらないように、中心にタックを取りまして、20センチぐらいの幅になるように、はい、両方を同じ幅にしまして、はい、ここで帯幅の中心の長さを測って、はい、裏側を枕の上に乗るぐらいまである人は中をしっかり折り込みまして、はい、ここで結びます。
際を軽く開きまして、はい、端の方だけを、はい、少し引いておきます。はい、そうしましたら、はい、羽を丸みをつけるようにして、はい、こちらも、はい、谷になっているところを伸ばすようにして、はい、これがこのように開きまして、はい、ここで、はい、ここに自然な流れを作りましたら、はい、出たままの形を壊さずに、はい、このように整えて、はい、ここも広げて、はい、少しこれ短めで、背中にしっかりつけるようにいたします。はい、この羽はこちらに下ろします。たるみが出るときには帯締めの上に引いてください。はい、こんな感じになります。体から少し離す感じで可愛いイメージを作ります。